日付は2022年の11月27日の日曜日。場所は武蔵村山市民会館。出場カテゴリー、はい、クラシックサーフモデル、メンズフィットネスモデル。そうですね、ですよね。合ってます。危ないです、ね。危ない危ない。はい。はい、メンズフィットネスモデル、これ2つのね、カテゴリーにね、エントリーすることになりました。はい。今の心境は、ちょうどね、トレーニングして3ヶ月で大会に出るということで、うん、まあ、丸2ヶ月経って、あと1ヶ月なんですけど、ね、なんかもう、だんだんね、目の前に迫ってきてね、そうですね。期待と不安がね、今入り混じってて、うん、なかなかこう、ちょっとドキドキしてるね、感じがあるんですけどね、中林さんにね、こう、どんどん追い込んでもらって、あの日に日にこうトレーニングもきつくなってきて、うん、そうですね。はい、今日もあのトレーニング終わりなんですけどもね、もうかなりこう、ガタガタな状態でね、はい、老体に鞭打って頑張ってますので、最初来た時よりも、はい、もう一回どんどん進化していて、ね、はい、すごく体もね、あ、そうですね、いい方向に、ね、そうですね、だいぶ体重もね、今減ってきて減量しつつ、ね、トレーニングしなきゃいけないので、そうですね、はい、まあ、僕も大会1ヶ月前、そうですね、今日からはいショートの方もね、はい、毎日上げたいと思いますので、ね、はい、今日だけでね、これあと1ヶ月中林さんとここ行きたいと思いますね。皆様で応援のほどもぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願い。では中林さん、決めますね、行きましょう。ではね、あと1ヶ月間頑張りますので、はい、では、はい、頑張ります。頑張ります。はい、はい、今日はね、これから日焼けサロンに行ってきたいと思います。その前にね、ビフォーアフターのね、画像を撮るために、これが今日焼けサロン前の肌です。あ、眩しい。はい。今は、こんな感じでーす。では、これから日焼けサロンに行ってきます。そういうわけ です。日焼けサロンに行ってきて1日経ちました。まあ、当日だとね、そんなにね、変わらないと思うので、ね、1日経った様子をね、お見せしたいと思います。どうでしょうか？変わってますかね？こんな、近くで見るとこんな感じなんですけど、背中。で、まあ、これがお腹ですね。ここら辺がね、赤いかなっていう感じですね。顔もね、焼けてると思うんですけどね、どうでしょうかね。顔とか、焼けてます。あと3回ぐらいかな、日焼けサロンには行きます。今日がですね、2022年の11月1日です。さて、今日からですね、体重をですね、減らすためにある秘策に出ます。それがですね、以前夏にやっていたファスティングをやろうと思います。皆様ご存知でしょうか？これですね、これ見覚えがあると思います。酵素ドリンクですね、今日から3日間はこの酵素ドリンクだけで過ごします。そして体重をまたさらに落としていきたいと思います。では、スタート！じゃあですね、今日はちょっと僕が今トレーニング中にやってる有酸素運動をね、ちょっとご紹介したいと思います。まずはね、まあ、一番ね、定番のウォーキングですね。ウォーキングから。まあ、ウォーキングなんでね、普通に歩くだけなんですけども、まあ、こうやってダラダラ歩かないでね、まあ、できればこうやって腕を振って足もね、上げます。姿勢もね、よくして、まあ、こんな感じで、こうやって、行く。まあ、これが、ウォーキング、ですね。で、続いては、まあ、あとは、ランニング、走ります。こんな感じでね。はい。なんかね、そんなにスピードは出さずに、一定のね、感覚で、走ります。まあ、ウォーキング、ランニングも、まあ、30分ぐらいずつ走るように。しています。じゃあですね、有酸素運動ね、もう一つあります。3つ目はね、これはね、ちょっと僕独特なんです。シャドウって皆さん分かりますよね。で、僕空手をやってるんで、空手にも実はシャドウってあります。このボクシングの構えに、こう足技です。こういう蹴りとかをつけるやつ、これをやります。これをね、大体ね、3分1ラウンドで3ラウンドやります。これね、結構有酸素運動としてはね、有効でね、かなりきついです。ちょっとね、やってみますね。3分3ラウンドのシャドウ、はい、スタート。で、こういう感じでですね、こういう感じで、こういう感じで
昨日ですね、ファスティング3日間終了しました。3日間何も食べてないんでね、結構ね、大変でした。ジムでね、ちょっとクラクラして、なんすかね、めまいがしてね、ジムの方に迷惑をかけていましたんでね。今日ね、やっとね、ご飯が食べられます。まあでも減量はまだまだ続くので、大会までね、あと、もう1ヶ月切ってるんでね、頑張ります。4日ぶりのご飯、卵がゆですね。いただきまーす。いやー、4日ぶりのご飯、美味しいです。僕はね、いつも朝起きた時と、それからね、有酸素運動する前ですね。これをね、必ずね、飲んでいきます。ここに、ね、見えますかね。EAA ってやつですね。これをね、朝起きてね、飲むとね、すごくいいです、ね。で、あと、まあ、トレーニング前でもいいんですけど、僕はこれね、有酸素運動する前にね、これを飲んでいますね。ね、まあ、トレーニング中とかのね、アミノ酸の補給にね、なるということで、これをね、飲みます。いい水を入れました。シェイクシェイクして、飲みます。まあ、これはプロテインと違うんでね、全然、飲みやすさとかね、全く違います。プロテインみたいにちょっとドロドロしてる感じではないです。すごいさっぱりしてます。うまい。先ほど紹介した、シャドウなんですけども、ね、有酸素運動としてはかなりね、有効というのかな。いいですよ。かなり、消費します。っていうのはね、まあ、ちょっとね、細かくというかね、詳しくやりますね。オーソドックスタイルなので、左足を前に出して、この構えになりますね。で、右ついて、ジャブ、ストレート、ジャブ、ストレート、フック、まあ、フック、空手でこういうの、鍵付きって言いますけど、まあ、これで足技ですね。前蹴り、膝蹴り、から下段、中段、上段っていうふうに出します。これの組み合わせですね。今ねちょっと軽く1分ぐらいやったんですけど、これだけでもねちょっとこうじわっと汗かいてきます。もうね、秋なんでね全然暑くはないんですけど、ね、これだけでも汗かくぐらいなんで、ね、まあ、ウォーキングとかランニングももちろんいいんですけど、このシャドウは僕は有酸素運動としてはものすごくね有効だと思っています。ぜひ、ね、おすすめします。次にね、僕が普段家でやっている、ね、トレーニングをねちょっとご紹介したいと思います。まあね、僕ね昔からね体硬いんですよ。これやってもね、ほっ、あまでも1ヶ月切ったので、1ヶ月切ったんですね。切りました。今日日曜日だからちょうど3週間後、かなり今追い込んでて、かなり体重も落ちました。ファスティング始める前からだと17キロ落ちました。おー、はい、頑張りマッスルそしたらこれでちょっと乗ってもらって、はい、29日にかかってますけども、1ヶ月と1週間後みたいな。そうですね、1ヶ月でこれが、そういう意味ではでかいですよね。かなりいいんじゃないでしょうか。そうですね。だから髪の毛あんなにするんですか。真っ赤っかにはならないです。そうです。言われたら白髪が多いからそこまで真っ赤っかにはなりません。なった時に、じゃあ別に黒でもいいんですよ、無難に。でも今の状態で黒だったらなんかいいじゃないですか。で、なんか赤とかだしってなった時に色合いどうするかね。あー、赤とね、何が合うかな。何色がいいとかありますか、逆に。揃えるなら赤って。そうなんですね。だからどこで、まあね、もちろん体で一番目指しますし、ああプラス何で一番目指すか、掛け合わせがないからね。そうですね。大変です。一番重いです。そうです。一番重いで何キロなんですか。30。いえ、もっとありました。はい、40。いえ、もっとありました。50かってましたね。あ、50いきましたね。はい。本当に最初の動画を見てもらうとスクワットの胸の部分とかめちゃめちゃ変わってると思うので、1、はい、2、そう、9、まっすぐ、10、ダンベル持った方が分かりやすいですかね。あ、これですか。そう、これですね。もうすごい、もう信頼関係が強い。信頼固定性ね、大丈夫、いけますね。はい、よし。そ
そうじゃない絶対みんな今の日本人とか本当に甘いものよくすごいじゃないですか。ああ、そうですね。それ食べたくてなんかイライラする、そういうことは全く全くないです。はい、5まで3えい4えい5してえい前出てもらって後ろで今回いきます。テーブルの前組んできて、はい、はい、そうですね、はい、ここで10回いきますか、やっぱりせーの、はい、1そう姿勢を上がる、はい、より深く2自重なんだ、2そう3はい、いいですね。かなりかなり追い込むでしょうですね。今のきつかったですか？めちゃくちゃきつかった。めちゃくちゃ下半身がきつかったです。1、2、3ゆっくり、そういく、2、2、3、2、2はい、下ろす、2、3、20回、うん、今度はいいじゃないですか。どうする、あの、そうです、おーぽいぽい、いいです、いいです、めっちゃいいです、大丈夫ですか。よし、フルの、せーの、3、2、3、ナイス、ナイス、ナイス、せーの、5、2、3、ゆっくり戻し、伸びる、耐え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 て、今日も勝ちましたね、皆さん。うまいです。ありました。ありがとうございます。いや、それでもね、こうやって続けてる、皆さん、すごいと思います。頑張りましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。でもこの間じいちゃんみたいな富だったんですね。あ、そうです。でも今日緑の富なんで、あ、そうです、これ最近買ってきたんですけど、流行りなのかな、最近は。どうなんですかね。どうなんですか。この前ララポートで買ってきました。ララポート、はい、ララポートいいですよね。はい、そこからそこからバス出てるじゃないですか。バス乗ったんですか。はい、払いました。歩いたら有酸素になったじゃないですか。ララポートないですか。はい、え、近くないですか。え、歩けます、歩けます。全然全然、私たまに歩けます。あ、そうなの。ララポート、僕も高校まで歩いてました。高校から歩いてました。あ、まあ歩きますね。全然歩けます。すいません、ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。そっか、ラポートまで歩くか。まあ歩けますね。ありがとうございます。はい。うまい。